まあそうですね、まあ、前半に限ってはすごい、まあ、素晴らしいプレーができたんですけど、まあ、後半は、まあ、昨日までと同じようなゴールしてたんで、ちょっと、なんていうんですかね、まあ、微妙な感じでした。やっぱり、パッティングが入らなくなったっていうことが一番、スコアが伸ばせなかった原因だと思うんで、やっぱりパッティングをずっと、なんていうんですかね、調子のいい状態で保ってるように、練習していきたいなと思います。やっぱり後半になって、まあ、自分の中ですごいいいショット打ったものがラフに入ったり、なんかすごいいいショット打ったのにもかかわらずこうチャンスにつかなかったり、ちょっとそういう、自分の中ですごいギクシャクしながらやってました。今日の前半はすごい納得いってますけど、まあ、4日間通じてはあまり納得いってないですけど、でも、まあ、本当に初日の状態から考えるとすごいいい形で終われたかなと思います。そうですね、だいぶ、自分の中でもいい感じで、ゴルフができてきてるので、その状態をしっかりとキープしたまま、全英オープンに挑みたいなと思います。